皆さんこんにちは、絶望でございます。いつもひま坊主チャンネルご覧くださいましてありがとうございます。一応撮ってる順番では3本目に撮ってるんですけれど、3本撮りをしてるんですが、何本目になるかちょっと分かりませんけれど、多分2本目かな。はい、本日も、東横イン十勝帯広駅前からお届けをしております。一泊するだけでね、すぐまた次のどっか行っちゃうんですけれど、はい、ちょっと早く着いたんで、とは言いながらね、実はね、もうこれ全部撮り直しの2回目なんですよね。1回目なんかちょっとマイクの調子がおかしく、なんかバスバス雑音がいっぱい入ってて、とてもじゃないと使い物にならなかったんで、もう1回撮り直してるという、ちょっとね、まあ、YouTube あるあるなんですけど、こうやってね、まあ、しょうがないですけどね。はい、ということで同じ話2回は、実は私は2回してるんですけれど、皆さんお聞きになるのは1回目だと思いますが、はい、今日は急行春日復活かっていう話ですね。はい、っていうのをしていきたいと思います。これはですね、三重県関西本線、まあ亀山から鴨の間ですね、この間の輸送密度がまあ低くて、 JR 九州じゃない、ごめんなさい、 JR 西日本の輸送密度低いリストのところにいつも入ってきてるんで、で今回2022年版が出てもやっぱり関西本線は入っていて、今回の数値だと輸送密度が864、営業係数1046ということで、リストの中ではそんなに悪い方ではないんですけれど、とはいえやっぱり良くはないですわな。すごいですね、関西本線って1987年時点、この亀山から鴨の区間4294だったの、輸送密度ものすごい人乗ってたんですね。今4000って言ったらすごい数字に見えますけど、ね、いつもなんか500とか30とかばっかり見てるんで、4000とか聞くと、こんな乗ってたのと思いますけれど、まあ、当時はね、でも4000以下の路線を廃止にしたぐらいですから、結構そういう意味でギリギリだったじゃ、その時点からという路線ではありますけれど、この関西本線の亀山から鴨の間、これをなんとか残したいということで、沿線自治体といってもですね、三重県に、関西本線活性化利用促進三重県会議という、なんかこういうのが活性化促進会議というのがありまして、で、まあ、三重県の自治体がこれに参加しているわけですが、三重県とそれから自治体、ただ沿線自治体といっても、この区間で三重県で沿線自治体って2つしかなくて、それが亀山市と伊賀市なんです。でただ亀山市は、まあ、亀山駅までは関西本線の JR 東海区間のところで、比較的まあ通勤通学需要もあるの で、 JR 東海はローカル線に関しては一切何のコメントもしなくて、どっかの路線を廃止するとかってことを一切言ってないんで、ですから亀山市は亀山駅までは確実にある。で市内の駅ということになりますと、あと、関駅と兜駅かなっていう2つの駅があるんですが、まあ、これは与一小樽の時と一緒で、小樽にはあんまりメリット、あんまり関係ないから小樽はそんなお金出さないですよって話と同じで、これも亀山までは、亀山市は亀山まで、まあ、あれば、兜駅とか関駅ってそこまで大きな駅じゃなくて、そこまで人がたくさん利用してるわけでもないので、まあ、最悪亀山まであればいいぐらいの、まあ、もちろんそんなことは口にも出さないし、それは全部残してほしいんでしょうけど、その割合がね、全然違うということなんですよ。ところが伊賀市となりますと、これまあ真ん中あたりは全部伊賀上野とかね、駅のあたりが全部そうなんで、で伊賀っていう町自体がですね、まあこれ三重県内ではあるんですけれども、まあどちらかっていうと関西寄りじゃないかなと思います。三重県でも四日市とか桑名とかになってくると、完全にもうこれは中京圏みたいな感じになってくるんですけれども、大阪と名古屋両方に近いんですが、微妙だな、半々かな。伊賀だと名張とかだとかなり関西寄りになるんですけどね、ただ名張は関西本線走ってなくて近鉄になるんでちょっと違うんですけれど、まあ伊賀市が三重県の中では一番関西本線と関係ある自治体っていうことになるんで、それで、まあ、この伊賀が結構いつも発言するという流れになる。亀山とかに比べるとやっぱ伊賀の方が全然この路線必要としてるから、まあ前に
あの伊賀鉄道と関西本線の総合乗り入れっていう話も私自分、総力の話があったん で動画の中で紹介したこともあるんですけれど、まあ、そういう感じですよね。なかなか、うん、伊賀市と、まあ、三重県と伊賀市だけで動いてるみたいなイメージが強いですよね、実際のところ。なかなかだから他のところが動いてくれない。まあいくつか沿線自治体があってもなかなかね、そうするとまとまりがつかなかったりするので意外と難しかったりするんですが、まあ、とにかく伊賀市が中心になって、この活性化運動を行っているということなんですけれども、その中で今回出てきた話が奈良から名古屋への、まあ、直行の列車っていうことなんですね。関西本線の直通列車を走らせてみましょうっていうのが、これが、まあ、今回利用促進会議の中で出てきた話なんです。で、まあ、確かにその関西本線奈良から名古屋までの直通列車って昔急行春日っていうのであったんですけども、まあ、現在はそういった列車はなくて各駅停車がトコ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 走っているだけっていうことで、でまあ、この活性化協議の中で車に乗ってる人を列車に乗せようとか、まあ、いろんなことをやるんですけれども、まあ、その中の一つがこの直通列車、奈良から名古屋への。で実際奈良とか名古屋っていうと近鉄のイメージが強いんですが、奈良から名古屋への直通列車っていうのはないですね。やろうと思えばできるのかもしれませんけど、大和西大寺とかでスイッチバックすればやろうと思えばできるのかもしれませんけれど、実際やっていないですね。奈良はかなり大回りになってしまうというようなこともあって、それでやらないのかなっていう気がいたします。奈良はあくまで大阪と奈良、まあ京都と奈良みたいな、そういう感じですよね。そんな感じの中で動いているんではないかというふうに思います。でそこに今回はその JR に直通させてみようということで、距離で考えれば JR に行く方が全然近い。ただあの真ん中の路線がローカル線なんでスピードが出せないので時間かかるというのはあるんですけども、近鉄がやるとものすごい大回りになります。その点 JR がやると奈良から鴨行って、もう鴨京都ですけどね、そこからずっと山越えて、で東越えて亀山、奈良、名古屋ということで直通するのは比較的容易だとは思います。ただ会社が違うっていったところが一番不便なところですね。亀山を境に JR 西日本と JR 東海で線路所有者が分かれるんで、で今 JR 間で直通列車というのはほとんどどん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 なくなっていってる方向なんで、意外とこれやるのは難しいと思います。まあ、車両の問題もあるんでなかなか簡単じゃないですねみたいなことを JR 西日本もコメントとして残したんですけれど、名古屋と奈良の直通列車っていうのは近鉄もやってないし、まあ、ここはちょっとしたね、空きスペースと言いましょうか、できるんじゃねっていう話もあるんですけど、ただ実際高速バスはもう走ってます。でこの高速バスが1日4往復しか走ってないんですよ。ですから、まあ、列車であれば途中、鴨、伊賀っていろんなとこを通っていくんで、そうしたところの乗り降りは期待できますけれど、とはいえですよ、1日バス4往復しか走ってないようなところなので、鉄道を走らせてもそんなに言うほどニーズがないんじゃないかっていうのは危惧されるところではございます。ただまあ三重県と伊賀市が一生懸命やってるんで、まあ、そういう風な列車が一回やってみて意外と人乗るかもしれないし、そしたら今後もずっと残していこうっていう話になるかもしれないんで、まあ、それはそれでよろしい良いことではあるんですけれど、ただまあ現実問題として、JR 西日本もやりたがってないし、 JR 東海も入れたがらないと思うので、なかなかハードルは高いとは思います。ただ夢のある計画なんで、どうせだったら伊賀鉄道乗り入れとかね、もっとなんか特殊な車両を使ってやってくれたりとかすると面白いんですけど、まあそこまで望むのは高望みですかね。まあ三重県と、まあ主に伊賀市でこれをやってるということなんで、まあ、実証実験として実際直通列車の実証実験ができるかどうかっていうのは微妙なところなんですけどもね、2つの会社の了解を取ってどういう車両でやるのかとかっていうのもあるんで、もうだったら一層全然関係ないところから車両持ってきて走らせた方が、意外とね、あの時鉄の雪月花とか持ってきて走らせるとか、でもこれ快速じゃなくて単なる観光列車だからまたちょっと違うかというようなこともあって、関西本線を、ね、活性化させるためにいろいろと考えておられるんでしょうけども、
ちょっとこの直通列車に関してはなかなか難しいし、そもそもそんなニーズもないんじゃないかなっていうのは正直なところです。どうせやるんだったらね、関西本線を路盤強化してもっと早く走れるようにして、 JR 難波から関西本線を通って名古屋まで行く高速列車とかの方が、大阪から行く方がむしろニーズはあると思いますよ。ただそうすると東海道新幹線と思いっきりバッティングしちゃうので、 JR 東海が絶対うんって言わないって言ったところはありますけどね。そっちの方が夢があっていいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日は伊賀三重県鳥羽伊賀の活性化ですね、関西本線の活性化の中で直通列車奈良名古屋の急行活が復活かみたいなことがね、ヘッドラインで上がっておりましたけど、それについてちょっとお話をさせていただきました。ご視聴どうもありがとうございました。